第二共和国とは、1960年の4月革命から1961年の5.16軍事クーデターまでの間、大韓民国に存続した政体。この間、第一共和国期の反省から、議員内閣制が採用され、院前が、大統領に、長勤務が、国務総理に就任したが、政治的混乱の末に5.16軍事クーデターが、発生し、短命に終わった。 1960年4月、李正万の第一共和国が4月革命によって、打倒された後、後続政権は一時的に元政国無総理率いる暫定行政機構が担った。そして、同年6月15日には、民主的な憲法改正で第二共和国憲法が制定された。政体を変革するにあたり、強い大統領制が、 李承晩の独裁を招いた経験から、第二共和国憲法では、大統領制ではなく、議員内閣制を採用することで、第二共和国と第一共和国の区別を図った。これは、大韓民国史上唯一無二の出来事であり、政治的実験は、国務総理が担当し、大統領は、儀礼的な国家元首として機能することとなった。また、 第二共和国憲法の他の特徴としては、国民基本権保障の強化、地方自治制度の施行、民議委員と参議院による両院制の国会などが挙げられる。政体が整った後、1960年7月29日に新しい議会選挙が実施され、李正万政権に対抗していた民主党が容易に第一党の座を獲得した。そして、 1960年8月13日には、院前が、大統領に、張を務むが、政府の主犯である、国務総理にそれぞれ就任し、本格的な第二共和国が成立した。第二共和国政府は、自由化の方向で様々な分野の改革を進めた。また、李正万政権下で暗証に乗り上げていた、日韓国交正常化交渉を本格的に再開し、 自民党代表団の訪韓を実現させた。ただし、民主党内部では、新派、旧派による政治内紛が深刻化し、特に旧派のイ前大統領と新派の代表格で政治的実権を握っていた、超務国務総理との間で確執が絶えなかった。そのため、 ゼ前が離党して、新民党を結成するなど政情は流動的で、第二に共和国の政権基盤は激しく弱体化、腐敗していった。第二に共和国が成立すると、李昇番に抑圧されていた国民はここぞとばかりに、声を上げ始め、政治活動は激増した。政治活動の多くは、第一共和国だと乗り通訳者となった、学生集団と、 左翼活動家によるものであり、革新政党が続々結成されたほか、労働組合員数と、その活動が1960年の第二共和国期に、どんどん増加していった。それに伴い、韓国全土で、デモの嵐が吹き荒れるようになり、結果的に、第二共和国期にはおよそ2000にも及ぶデモが、断続的に実施され続けた。そのような状況下で、 独裁打倒の余生を買った韓国学生運動は次第に南北朝鮮の統一を施行し始めた。政府に先んじて朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮学生委員会と南北学生会談を設定し反問点を目指して10万人デモを開始した。自由主義派で公権力の行使を躊躇する長を務む内閣は学生を制止しようとしなかった。 そのため、全韓国人の夢である朝鮮の統一が目前であるかのような雰囲気に韓国は見舞われた。左派からの圧力のもとで、超を務む内閣は学生や左派人士の活動を放任する一方で、第一共和国旗の反民主的な活動や不正活動に関わった役人や軍人、警察官に対する一連の公職追放措置を実施した。 1960年10月31日に制定された特別法によって4万人の関係者が調査を受け、2200人以上の役人と約4000人の警察官が追放措置を受けた。さらに内閣は最終的に計画は棚上げされたものの、韓国軍の兵員を約10万減少させる計画も考えた。第二共和国は、 経済分野における不安定要素の膨張に直面し、韓国経済は停滞し続けた。失業率とおろし値が上昇し続けたほか、1960年の秋から1961年の春までの間に、ドルに対するウォンの価値が半分にまで暴落した。一方、共和国政府は、独自に5カ年の経済開発計画を策定したが、5.16。 軍事クーデターで政府が機能を停止する前に、それを実行することはできなかった。国民の自由を最大限に保障した第二共和国の知性は、保守派の人士に、社会の不安定化という印象を与えた。第一共和国機の活動による、公職関係者の追放措置に対する不満が積もった。ほか、第二共和国の腐敗や自由主義政策による、社会運動の放任。 特に、北朝鮮との対話を求める学生たちのアジテーションに、対し、韓国軍が、危機感を抱くようになった。それにより、1961年5月16日、僕正規少将や金消失中佐など陸軍士官、学校発揮生が中心となって5.16、軍事クーデターを起こし、4月革命後の、非国家主義思想を弾圧。 国家再建再構会議という名のもとで軍政を実施し、第二に共和国は一年足らずで崩壊した。ありがとうございます。